後の超絶怒涛の評価あられかどっちなんだいっていうねコメントをいただいておりますが、じゃあちょっと筋肉に聞いてみます逆におい私の筋肉、おい私の筋肉今のは今朝関東で降ったのは氷なのかいあられなのかい、どっちなんだい。あられやということでした続いてグレイトブミさんからいただきました。これやるんですか、私ちょっとよくわかんないんですよねえ、さやっちこんばんはお疲れ様です。私もお疲れ様です。あ、この時間だったらまだギリギリ行っていいですかね。皆さん、こんにちは。美しい緑の光って癒されますよね。ホタル助かると最近なんとか助かるっていうのありますよね。なん、やっぱトレンドなんですかね。何でもそうですよね。あのカフ助かるとかカフ助かるとか雨雲レーダー助かるならわかるんですよ。カフ助かるは何なんでしょう、ね、でもホタル助かるは私もすごくわかります。嬉しいですよね、こういった綺麗なホタル見られたら。西日本では結構ね、特に九州では見えているということで。まだ助かるって何ですか、うん、まだ助かる、うん、うん、何何高山イエーって、なんかあのあれかな、サンシャイン池崎さんみたいなね、なんかね雰囲気ありましたよね、イエーっていう雰囲気ありましたけどあ、踊ります？あの TikTok といえばこれのイメージなんですけれども古いですかもしかしてだいぶ前そう、食べたいって言ってるやつあ、懐かしい、そんなに前なんですねじゃない私のパワーすごいそしてぜひツイッターのリプライに食べたタケノコ料理だったりとか今後食べたいタケノコ料理書き込んでいただけたらなと思います。日本酒くださいありがとうございます今ね日本酒をいただきましたこんなん何もあってもいいですからね日本酒ボーイミルクボーイならぬいやでは早速いただきますね。あ、おかゆ大好きなんですよ。
ただきます。あ、いい香りが。うん、これですよ。胃腸に優しい。これは馬檜山ですね。馬檜山、優しい馬檜山です。馬檜山って感じです。美味しい。じゃあリーダーからね。いただきます。